予言ミュートについて質問させてもらいます。左手は指の腹と指の頭でミュートすると思いますが、全部の指でそのようにするのですか？また右手のミュートは弾く弦の1本上を常にミュートですか？あ、スケールなら何でも OK。これね、まあ人によるけど、自分がどうなってるか教えますね。E フラットメジャースケール弾きますね。まず6弦は中指の頭で弾いて、ミュートしてて、てか人差し指ちょっともう押さえてるかもしれない。6弦。そうだな。これ無意識にやってるからちょっと考えると体が違った動きするかもしれないけど。そうですね。まあ中指の頭で触れてるし、なんとなく人差しもなんかこの辺に添えてる。あ、でこれ3度弾いた瞬間中指で6弦5弦あたり弾いて。ミュートしてるわ。あと人差しの頭も触れてる。あ、でもね、中指ここ来た瞬間はあれだな、右手のここで6弦ミュートしてる。で5弦は何でミュートしてるかっていうと、今1234って弾いた4の中指じゃなくて3を弾いた人差しの頭でミュートしてます。これは5度行った時もそうですね。小指の頭じゃなくて人差しの頭でミュートしたやつがここにとどまってる。で6弦は右手でミュート。ちなみにこの人差しを離すと、あ、若干右手のミュートもかかってるっちゃかかってる。あ、でもやっぱこっちメインですね。この指メイン。今もさ、この6度弾いた瞬間、一瞬中指でこうやって6、5、4弦をピタッちょっと触るんですよね。今右手ミュートしてない。なんか勝手に出ちゃうな、こうやってミュートに。あ、でも結構なんていうの、やってることは同じかもしれない。この人差し指の頭でミュートして、一つ上の弦は。で薬指とか小指でこうやって弾くときは、薬指の頭、小指の頭じゃなくて人差しの頭でミュートしたものをそのままとどめておいて、ここでミュートしてますね、人差しの頭で。今って3弦弾いてるから、4弦は人差しの頭で、6弦と5弦は右手です。だからその質問である、右手のミュートは弾く弦の1本上を常にミュートですかってのは、1本上って結構むずくないですか？4弦弾いてて5弦を右手でミュート。でも4弦は鳴らせって言われても、このね、この微調整めっちゃ難しいから、弾いてる弦の1個上は左手で頭、指の頭で、さらに2つ上、6弦は右手かな。これ今3弦弾いてる。4弦は人差しの頭、5弦は右手、6弦も右手。そうですね。もうそこからやること一緒だ。これ今1弦弾いてる。2弦は人差しの頭、3弦は右手。あ、で例えばこういう時、これ今小指でここ弾いてる時って、人差しでこの辺全部ミュートしてます。これはね、なんか無意識に3432弦ぐらいは人差しでミュートしてる。
あ、この辺もそうですね。これってあれと一緒ですよね。なんかこうやってあのチョーキングとかするときに、あ、でもこれは違うか。これは右手か。これ結構やっぱ慣れですよね、ミュートって。な、初心者の人ってやっぱこうなりますもんね。この一個ずつ押さえて、こうなるけど、そう、無意識でパッてミュートするようになるわ、体が。これもスーッて、この人差し、無意識ミュートすごいな。いや、すごいですよね、これ。なんか、そう、みんな、その、割と上手い人って、無意識でやってるから、あんまり言わないというか、ミュートの仕方を動画にする人ってあんまいないですよね。よくよく考えたら。ありがとうございます。中、薬、子の頭は使わないですね。そうですね。なんか、たまに使うときはあるけど、例えば中指単体で弾くときとか、あ、でもどうだろう、中指単体で弾くとき人差し指が結局こうやってミュートするな。うん、確かに使わないかも。薬指でこうやって弾くときって人差しが空いてるから人差しでミュートするかもね。あ、あと言い忘れたけど、腹はミュートしますよ、常に。Cメジャースケールで、初めのこの辺弾いてるときは、あ、これもでも、あれだね、人差し指の腹かな。うん、人差し指がこうやって常に、カッポみたいな感じで、こうやって添えてあって、人差しの腹で1、2弦、3弦あたりミュートしてる。小指で今3弦の C 弾いてるときは、2弦の音は小指のこの腹、1弦は人差しかな。